iPod Touch のファームウェアをアップグレードしました。これを見てみたいと思いますが、まずこのアイコンの位置が変えられます。何かのアイコンを数秒タッチすると全体がプルプル震えます。震えてる間に、これを順番を変えることができます。そしてこれはこの下の部分にも適用できます。ここをこういうふうにして自分のよく使うものを下に入れることができます。そしてこれを隣の画面に持っていくこともできます。ここは3つまで追加できるようですので、このように自分の好きな並び順に入れ替えることができます。そしてホームボタンを押すとそれが止まります。そしてこのアイコンは自分で増やすことができます。これが面白いところです。例えばサファリの画面で、自分のブックマークで、何かどっかのページに行きます。例えばアップルのサイトに行くとします。そしてアップルのサイトが表示されているときに、このプラスボタンを押します。ちょっと重かったですね。アップルのサイトは、表示されました。このときにこのプラスボタンを押すと、ブックマークを追加の下にホーム画面に追加が出てきます。こうするとアイコンがですね、このように追加されます。これをタップするだけで、アップルのページへ飛ぶと。これは全て自分の好きなブックマークを入れることができます。ここに表示されるアイコンというのは、iPod Touch に最適化されてない場合は全体の縮小画面が、最適化されている場合はこのようにアプリケーションアイコンが出るようになっています。アップルのサイトにある iPod Touch 対応のゲームサイトなどは綺麗なアイコンが出るようになっています。それでは新しい機能を見てみたいと思います。まずマップですけれども、マップは一番最後に見た画面が出るようになっています。そしてこれはこのようにピンチが対応しています。 Wi-Fi のスポットであればこのように結構快適に追随してくれます。そしてこの右下のボタンを押すとモードは変えられます。地図だけの画面とこのように航空写真の画面、そして航空写真と地図を合わせた画面です。やはり一番軽いのはマップだけの画面のようです。そして自分がブックマークをできますので、その場所にすぐに行くことができます。例えば暇な犬というふうにクリックするとこのようにピンとタブが出てきます。ここにはこのようにメモを入れることができます。経路に関しては駅名を2つ入れるとその間を検索してくれるというものですけれども、日本だとあまりうまく動きません。またこの現在地ボタンというのも日本では対応してないようです。 Wi-Fi の位置情報をもとにこの現在地を検索するという機能がアメリカでは動いているようです。地図の次に見てみたいのが今度は天気予報です。天気予報はこのようにヤフーから画面を引っ張ってきています。非常に綺麗なウィジェットになっています。東京、ニューヨーク、寒いですね、ニューヨーク。そしてこの都市の追加は右下のインフォメーションボタンを押します。ちょっと裏っ返りますので、ここでプラスして、例えば大阪と日本語ではなくて英語で入れて検索するような形になります。で、大阪を検索すると出ますので、それをクリックして完了すると今度は大阪が追加されました。どの画面にいるかは一番下のこのインジケーターで出ています。そして株価です。株価に関してはデフォルトではダウジョーンズ、アップル、グーグル、ヤフーが入ってますけれども、このようにクリックすることで四半期のデータが出てきたりします。これも自分の好きな銘柄をこのインフォメーションボタンでサーチすることによって追加が可能です。そしてメモという機能がありますが、メモという機能はページを追加していくとこのようにキーボードで打つことができます。そしてこのメモというのは時間順になってますので、一番最後に更新したものというのが一番上に来るようになっています。これがメモです。その他メールなどもありますけれども、メールは G メール含め、自分の好きなメールをリンクさせることができます。画面の文字の大きさも変えることができます。以上、新しい iPod Touch の新機能をご説明しました。2480円でこれをどういうふうに使うかというところですけれども、まあ払う価値はあるかと思います。この次世代携帯がこのような形になるという前提で使ってみると面白いのではないでしょうか。